ございます。1月25日朝6時40分です。今日腕の日です。まあ、いつものように腹筋と、懸垂ですねからやっていこうと思います。腹筋、シットアップやります。あとは、チーニングですね。あ、ごめんなさい、今日足ですね。ブルガリアン、スクワットやります。あとは、二頭筋3種目と三頭筋3種目、カルベタンにやっていきます。スーパーセットでやっていきます。はい、早速今日 V シットアップで軽くやっていきます。で、続けて、はい、だいぶ温まってきました。このまま、はい、ブルガリアンスクワットですね。ただ15キロ持ってやります。ちょっとライブでする予定ではあったんですけど、すみません、ちょっと録画で。パソコンの都合上ちょっと、はい、用意できなかったんで、ちょっと録画でやります。V が違うので、このままショートインターバルで、コンセレーションカーブからやっていきます。で、キックバックです。15キロ、左から10回やっていきます。you
スのキックバックですね。ちょっと三頭筋やっていきます。片方10キロです。しっかり肘固定してやるのがポイントです。意外と効くので、肘にもまだ負担増しなんで、他の種目と比べて、肘痛める可能性だいぶ、優しいんで、これおすすめです。でまたドロップセットでさらに軽くして続けていくとかなり入ってくると思います。で、はい、次、またカールです。インクラインカール、ベンチ欲しいですね。ちょっと浅いですね。これちょっと起こしてね、やるとかなり入ってきますね。ということで、今年はまたどこかで懸垂バーの次にベンチ買おうかなと思います。春ぐらいまでに買いたいですね。次、フライングエクステンション、これはすごく効きます。鉄板メニューですね。はい、もうこのインクラインの状態でやっていきます。20回できました。20回できると思わなかったです。で、二頭筋最後です。膝プリチャーですね。プリチャーカール第ないんで、自分の膝で、はい、プリチャーカールやります。意外といい感じですね。粘れるところがね、メリットなんで。粘って、ピッて、ステッキングポイントですね。このとこで粘って、こういうときはね、自分でちょっと体重後ろに引いて、縮めていこうかなと思います。へばってきてるので、10回、もう一回やっていきます。
三頭筋最後です。今日はフレンチですね。ダンベル使ったフレンチやっていきます。ちょっと入らないです。上にちょっと照明があって、もうちょっと上向けます。これね、あんまり重いの使うとすぐ肘に効きやすいので、気をつけてやります。で、肘をね、縮めた状態、開くんじゃなくて縮めた状態で、もう調べましょうか。やっていきます。はい、肘が終わりました。これいつもより、ね、2分休憩入れたいと思います。はい、1セット目終わりました。2分休憩入れます。なんかうまく訳せてないような気がします。ちょっとね、やっぱ使ったら使わなくてちょっと申し訳ないなというところではあるんですけど、昨日ちょっとねライブトークやらせていただいたんですけど、ちょっとごめんなさい、雑音がやっぱりひどいですね。と喋り方も全然ね、って100回ぐらいって言ってたのかなと思います。もっと上手くなるように、練習していきたいかなと思います。で、1セット目早いです。このまま早く終わらせていきたいですね。ちょっと飲みすぎてしんどいです。朝起きるのがしんどいです。今はもう起きてしまえば、もう一緒なんですけど、はい、スタートが低くなっちゃいますよね。で、コンセントレーション管理です。はい。もう一回、15キロやっていこうかなと思います。動いてなかったです。2分間の予定です。じゃあ、左からやっていきます。右手でね、補助入れてもよかったんですけど、はい、これね、反対の手で補助できるのがいいところです。キックバックです。結構汗だくになってきました。はい、肘固定してやっていきます。終わりです。次、カールやっていきます。インクラインカールです。はい、もう一回15回、ちょっときついと思います。10回ぐらいですね。10回以上目標です。
さっき一斉止め20回だったんですけど、ちょっと15回目標でやっていきます。結構パンパンになってきました。17回でしたね。前腕も、はい、いい感じで、疲労してきています。膝プリチャーやっていきます。これもちょっと10回目標でやっていきます。なんとか入りそうです。次、2セット目最後やっていきます。フレンチですね。フレンチ、じゃあ15回目標でやっていきます。20回できました。2本しっかり、押しました。休憩です。2セット目終わりました。2本休憩します。Take a break for 2 minutes. はい、ありがとうございます。ということで、もう一回最後セットですね。10回きついと思います。最後ちょっと補助入れて、やっていこうかなと思います。今日、はい、だいぶ、ね、寒くなくて汗だくです。でもまだ週末ね、寒くなるということでね、体調管理気をつけていきたいかなと思います。はい、ということで、また週末にね、ちょっと一回またパターン変えさせていただいて、一回また、ね、平日というか録画させていただいて、週末またライブでやれたらいいかなと。また遠くのね、動画もちょっと、ネタ用意して、週末にね、また上げれたらいいかなと思ってます。ということで、嫌いですね。
コンセントレーションか、ね、二頭筋といえばこのポーズです。これ、ね、基本で、ね、やっていったらいいのかなと思います。ただね、やっぱりひねる、この外側にひねる動作も結構入ってくるんでね、こういうカールの動き、すごく普通のカールなんですけど、これもしっかりやっていけばいいかなと思います。はい、なんとか10回目標でやっていきます。ほとんど補助入りましたけど、ネガティブレップですね、下ろすとき、まあ、これも結構効くんでね、十分有効になるかと思います。はい、で、キックバックやっていきます。次、何だったか、インプレンターです。腕で扱う重量、ね、小さいんですけど、やっぱきついですよね。はい、これも10回目標でやっていきます。はい、このまた10回、エクステンションやっていきます。最後ネガティブ、5回追い込みました。前腕もパンパンです。最後ですね、最後の最後、3セット目の最後、膝のポリチャーやっていきますか。ちょっと苦しいです。でも実は
入れないです。20秒入れときます。最後やってきます。こんな感じですかね。早いですね、っていうかもうでも30分ぐらい経ちそうです。26分、27分です。はい、最後フレンチやっていきます。20回やっていきます。終わりました。ね、30分以内で終わりたかなと思います。これジム通ってるとね、もうあの移動して着替えて、まあ一生懸命やってる頃に私も終わってると、そういうところですね。やっぱり自宅でできるんだったら自宅でいいかなと思います。特にね、あの初心者の方なんて行くのがもう面倒くなってくるんですね、正直。自宅始めたらね、自宅であの全然器具揃える必要ないんで、あの腕立てからでも十分なんで、まず続けるというかね、あの運動する習慣、これが一番いいかなと。で、無理しないということですね。5分だけでいいです。それを続けて5分できたら、じゃあ、来月から10分しようかなと、まあ、そんな感じが一番自然でいいかなと思います。で、ビジターでね、あのたまにで1週間に1回だけ、じゃあ、まあ、新ジムね行って、いろんな人がね、あの運動してるんで、それを刺激を得るということで、あの行くと。ビジター高いですけどね、安いビジター、あの市がやってるとかね、あのそういう公共のところが安いかと思います。ね、大阪市がやってる、奈良市がやってる、私もあの600円、500円から払って、あの週1で並行してやってたんですけど、まああのね、コロナになってから全然マスクしてやるのがもう全くできないんで、もうそこからパタッと、あのもう行ってない、もう自宅で十分かなというところです。ということで、はい、今日ご視聴いただきありがとうございます。月曜日なんで、いいスタート切れたかなと思います。仕事の方もしっかりして、しっかりやれば早く帰ってくるということで、同じように集中してやっていきたいかなと思います。またね、ちょっと明日もちょっと動画でやっていこうかなと思うんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございます。はい、いい感じでパパなりました。はい、ぜひ自宅トレーニングおすすめします。ご視聴いただきありがとうございます。行ってきます。バイバイ。